い、どうもケニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、ヤマトのスキルについて、まあ、やっていきたいかなというふうに思います。はい、もう知ってる人は知ってるとは思うんですけども、ヤマトのスキルといえばチャージスキル、あとはカウンタースキルになってくるんですけども、なんとモーションが似すぎて見分けがつかんっていう方結構いらっしゃると思うんですよね。はい、まあということで、まあ今回はですね、そちらの見分け方を、ちょっとね、まあ教えていきたいかなというふうに思います。まあもう知ってる方はね、知ってると思うんですけども、はい、見分け方としては2つの、ポイントがあります。はい、まずはですね、とりあえず、ヤマトのねスキルの方を、まあ、見ていきましょう。はい、まずはですね、こちらがカウンターの方になります。はい、まあね、斧をね、まあ、後ろの方に振りかぶってという形なんですけども、はい、こちらが雷鳴発揮と、いう感じになってるんですけど、まあどちらもね、こういう風に、背中の方に持ってきての、スキル発動になってくるので、まあ一見ね、わかんねえじゃんっていう形になってくるとは思うんですけども、2つ、ありますので、まあ、そちらの方をね今から解説していきたいと思います。はい、はい、まずはですね、スキルを押した時の足元に注目を、していただきたいということですね。はい、こちらが雷鳴発揮、足元には、別に何もエフェクトがかかっておりません。はい、こちらがですねカウンタースキルになってるんですけども、下の方にですね、白いねモヤモヤがあるんですけども、こちらの時がね、カウンタースキルというふうになっております。まあ、なのでね、こちらの方を見分ければ、まあカウンターなのかチャージスキルなのか、分かるように、なってると思います。はい、まあなんでね、白いモヤモヤが出てきたらね、攻撃するのをやめましょうと。はい、でカウンターの終わり際のね、ものを、ジャスト回避していきましょうという形ですね。はい、まあなんでで、まあモヤモヤがない時はね、雷鳴発揮で飛んでくることがあるので、まあそれをね、見極めてジャスト回避していきましょうという形になってきます。はい、続いてはですね、ボイスでの判断になってきます。はい、こちらのカウンタースキルになるんですけども、カウンタースキルを押した時にですね、どうなるのか、ボイスでは僕はおでんというふうに言っています。はい、こちらですね、僕はおでんと、はいって言った時がカウンタースキルになってきますんで、僕はおでん攻撃しちゃいやんっていうふうに、覚えてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、で、チャージスキルの時はですね、ただ単に、ため息をついてるだけになってきますので、まあそちらをね、はーって思ったら、もうチャージスキルなんだな、まあタイミング見計らってジャスカイしようかなというふうに思ってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、なので僕はおでん、はい、攻撃しちゃいやんっていうことで、まあその時には皆さん気をつけてください。はい、ということでですね、まあ、スキルの見分け方の2つのパターン、モーションの白煙があるかないか、そしてですね、ボイスでの判断になってきます。はい、でバウンティー界においてはね、やっぱり敵のスキルのモーションだったりボイスを覚えるのってとても大切なんですね。はい、それが何につながるのかと言いますと、ジャスト回避です。はい、まあなんでジャスト回避ってどうしたらいいですかってよく質問があるんですけども、本当に敵のモーションスキルのボイス、っていうのをね、しっかり覚えておくっていうことがね、とても重要になってきますので、ぜひとも今回からですね、ヤマト、しかり、おでん、ロジャー、そしてまあ赤犬と、まあ、現環境のキャラたちのね、モーションだったり、ボイスをしっかり覚えておくっていうものをね、ぜひやってみてください。
はい、ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。